はい、こちら松江錦鯉センターさんのコアークサイズ35センチです。お願いします。はい、たくさんのご視聴ありがとうございます。今年もですね、この眼力コンテスト、お預かりした鯉はですね、責任持って、夏場一生懸命飼いたいと思います。まあ、餌もですね、給餌器で12回程度、そして与え、そして、まあ、水温管理なども、調整し大きくしていきたいと思います。はい、そして、8月9月と、途中経過などもですね、ご案内し、皆様と一緒にですね、楽しんでいきたいなと思っております。もちろんですね、ご購入していただいたお客様以外にも、まあ、そうなんですけど、それお客様以外も、この鯉がですね、今後どのようになるか、10月にどのようになっているのか、ぜひとも、期待して見ていただきたいなと思います。はい、横ですね。はい、まさに縦鯉ですね。やはり縦鯉というのはですね、この側線の下ぐらいまでしっかり紅がある方がいいと思います。大きくなると日が結構上がったりもしますので、あまりこのぐらいまで側線ってここなんですけども、日が浅いとですね、軽くなってしまいますが、その点この鯉っていうのはですね、日が下まであるのでクリアしていると思います。こちら側でもですね、側線までしっかり紅が来ているので、将来軽くなるっていうことはあまりないのかもしれません。はい、紅白ということでですね、三段模様、理想的な、三段模様じゃないでしょうかね。はい、お腹です。今回の鯉すべてメス保証となっておりますので、ご安心してお求めいただければなと思っております。はい、絵に描いたような三段模様、今よりかはですね、80センチ、90センチになった時にですね、良くなってくれる、そんなイメージでエントリーしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。